米戦争研究所、ウクライナ反転攻勢5週間、ロシアが6か月かけて占領した領土を奪還。ウクライナ軍はロシア軍が6か月かけて占領した広さと同程度の領土を5週間の反転攻勢で解放した。米戦争研究所 ISW のアナリストが10日、現地時間にこのような見方を公表した。 ウクライナとロシアの複数の情報筋は先日ウクライナ軍はバフムトや南西部地域で進撃を続けておりこれらの地域はウクライナ軍に火力での優位をもたらすことが可能な特定の地理的要因があると伝えたという情報筋はさらに10日時点でウクライナ軍は少なくとも3か所の最前線で反撃に乗り出したとも明らかにした ISW は 今年6月4日にウクライナ軍の反転攻勢が始まって以来、ウクライナは約253平方キロメートルの領土を回復したと説明した。これは1月1日以降、ロシア軍が占領した282平方キロメートルにやや及ばないほどの広さだ。反転攻勢から5週間で、ロシア軍が6ヶ月かけて占領した広さに近い領土をウクライナ軍が解放したことになる。 ワグネル・ロシアの小型核装置奪取狙う基地100キロ手前まで接近先月、反乱を起こしたロシアの民間軍事会社ワグネルグループが軍基地に保管されていた小型核装置を奪取しようとした状況があるとロイター通信が11日に報道した。この装置は 兵兵士がバックパッククパに入れて持ち運べる小型核兵器だロイターは先月24日にワグネルグループがモスクワに向け進撃した当時本体から10台ほどの軍用車が離れ北東方向に進んでいた事実が周辺住民らがネットに投稿した映像や証言などを通じて確認されたと伝えた。ワググネルグループのの一部が向かったのは ロシアの核兵器貯蔵施設として知られれるるボロネジ45と呼ばれる基地方面だ目撃者の陳述と当時 SNS に上げられた映像報道などを総合するとワグネルの戦闘員の一部が隊列から離脱してボロネジ45方面へ行軍し 100km 手前のタロバ山で迫った事実が確認される。 ウクライナ軍情報機関トップのブダノフ国防省情報総局長は当時、ワグネルの分隊がタローバヤで止まったのではなくボロネジ45まで行き家具のバックパックを奪取しようとしたと主張したブダノフ局長はロイターとのインタビューでワグネルの戦闘員は反乱で勝機をつかむため基地まで行きそこに保管されている小型核装置を手に入れようとした。 だが戦闘員は核兵器保管施設の扉を開けられず戻ったと話したロイターは彼が自身の発言を裏付ける証拠は提示しなかったと伝えたまた別の消息筋はこのことがクレムリンを懸念させ24日夕方に急いでベラルーシのルカシェンコ大統領の仲裁を通じて交渉させたと話した 小型核装置は冷戦当時に米国と旧ソ連がいずれも保有していた両国は1990年代初めまで互いに小型核装置をなくすことで合意したしかしその後旧ソ連とロシアは約束通りに小型核装置を処分せず隠していた可能性があると専門家らはロイターに伝えたロシア軍ウクライナ東部で 1.5キロ進撃ショイグ国防相。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は11日、同国軍はウクライナ東部リマン付近でウクライナ軍を撃退し、1.5キロ進撃したと発表した。ショイグ氏はロシア国営テレビで、ロシア軍は反撃を開始し、約2キロにわたる前線を1.5キロ押し戻したと戦果を誇った。 一方、過去2日間にウクライナ側から複数回にわたる攻撃があり、同国軍は今なお各所でロシア軍の防衛線突破を試みているとも述べた先月始まったウクライナの反転攻勢については敵はいずれの地域でも目的を達成していないとの認識を示した米国がウクライナにクラスター弾の供与を決めたことに関しては 当然ながら紛争を長引かせる効果があるとしてロシア軍としてはクラスター弾に対抗するための追加措置を講じると語ったまたロシアのクラスター弾はいかなる状況でも有効だ米国製よりもはるかに優れていると持参したワグネル反乱の背景に何がプーチンの独裁の実態を プリゴジンの乱が浮き彫りにロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるエフゲニープリゴジン氏の反乱は世界を驚かせたプーチン氏に反旗を翻したプリゴジンの乱の背景には何があるのかアエラ2023年7月17日号の記事を紹介するプリゴジン氏は今回 武装した戦闘員を退去して首都モスクワに向かわせただけではないその過程で正規軍の航空機を複数撃墜し10人以上の死者を出したとされるこれほど重大な反逆を起こしたにもかかわらず捜査を担当した連邦保安局 FSB はわずか3日後プリゴジン氏の刑事責任を一切問わないという結論を出したプリゴジン氏は今後 拠点を隣国ベラルーシに移すことになるとみられる常識では理解できない寛大な処分を決められるのはプーチン氏ただ一人だプーチン氏が長年の友人関係や巨額の資金提供に配慮したという事情もあるだろうプリゴジン氏が持ち前の抜け目のなさを発揮して自分が不自然な死を遂げたら政権に不都合な秘密を暴露する手はずとなっているなどと伝えて 揺さぶりをかけた可能性もある。見逃せない人気。もう一つ見逃せないのは。ロシア国民の間でプリゴジン氏がすっかり人気者となってしまっていたという事情だ。正規軍の上層部や。国内のエリート層を乱暴な言葉で批判するプリゴジン氏のスタイルは。国民に受けていた。世論調査によると。 反乱前に6割近くあったプリゴジン氏の支持率は、反乱後も約3割を維持。支持の理由としては、事実を語り、率直で明けっぴろげで正直だからという選択肢が最も多く選ばれた。反乱収束後も、国民の46%は、プリゴジン氏の軍批判に一定の利があると考えているという結果も出ている。 こうした世論を作り上げたのもプーチン政権自身だ反乱前ロシアの国営メディアはプリゴジン氏とワグネルを散々持ち上げていたニュース専門チャンネル RT のシモニャン編集長はワグネルがウクライナ東部の戦線で前進した今年1月プリゴジン氏の素晴らしいところは驚くほど礼儀正しいところだと絶賛した 日陰から表舞台に長く日陰にいたプリゴジン氏とワグネルが表舞台に躍り出たきっかけはロシア軍のウクライナでの苦戦だった昨年9月ロシア軍が兵士の損失を強制的な動員で補わなければならない事態に追い詰められた時プリゴジン氏は刑務所を回って囚人をワグネルの戦闘員として迎え入れた。 自身がワグネルの創設者だと初めて認めたのもこの頃のことだその後のウクライナ東部の戦闘でワグネルは軍以上に有能だという印象を国内に広めることに成功した5月20日にバフムートの攻略に成功したと発表した際にはプーチン大統領自らワグネルの功績を称えるメッセージを発表したただこの時すでに プリゴジン氏に屈辱的な言葉を浴びせ続けられてきた正規軍とワグネルの関係は修復不能な状態にまで悪化していた6月10日ショイグ国防相はワグネルの戦闘員を直接軍の配下に再編成する方針を打ち出したこれは実質的にワグネルを解体して軍の指揮下に置くことを意味する。 プーチン氏も13日にこれを追認する考えを表明した追い詰められたプリゴジン氏がワグネルの存続とショイグ国防省とゲラシモフ参謀総長の公鉄をプーチン氏に認めさせようとして起こしたのが今回の反乱だったプーチン氏に拒絶されて兵を引いた後もプリゴジン氏はあくまで正義を求めた行動だったと強弁し続けており反省の言葉は口にしていない 一方、プーチン氏は、プリゴジン氏の名前は口にせず、騒動が収まるのを待つ姿勢だ。2000年に大統領に就任する直前、プーチン氏はこんな言葉を語っていた。民主主義とは法の独裁であって、法を守るべきものの独裁ではない。それから20年余り。 ロシアが法の独裁どころかすっかりプーチンの独裁になってしまった実態をプリゴジンの乱が浮き彫りにした。